ノートパッドには、マイクロソフト Windows 用のオープンソースのテキストエディタであり、BSD ライセンスでリリースされている。フローリアン・バルマーがシンティラを使って書き、2004年4月に初リリースされた。バルマーの意図は、マイクロソフトのメモ帳の代替となる、小さく、高速で、使いやすいエディタとすることであった。アスプアセンブリ言語、C 言語、C、C、CGI、 CSS, HTML, Java, JavaScript, NSys, Pascal, PAL PHP、Python、Python, SQL, VB, WebScript, XHTML, XML といったプログラミング言語のシンタックスハイライトをサポートしている。また、プログラミング言語ではないが、BAT, DIF, INF, INI, Regular. 設定ファイルでもシンタックスハイライトをサポートしている。他にも次のような機能がある。もともとメモ帳の代替となることを意図しているため、今後大幅な機能拡張がされる予定はない。例えば、マルティプルドキュメントインターフェースに対応する予定はない。また、英語以外に対応する予定もない。ありがとうございます。